第21、免許返納を決意する。運転は、もう二度としない。早すぎわろた。何やらかしたんや？車をすりまくって、20回以上クラクション鳴らされた、未だに車両感覚がつかめない、大きな事故を起こす前に、やめる。えらい。一日でそれならやばいけど、年間ならそれくらい普通やから、自信持っていけ。一年乗ってこのレベルの方が、どう考えてもやばいけん。するのはまあしゃあないけど、クラクションはなんでや、そもそも、よほどの運転しても鳴らされへんやろ。軽音乗るか、普通免許で乗れる大型バイクみたいな三輪に乗れ、どっちも事故ったら危ないけど、することはなくなるやろ。ワイも、人殺したくないから運転してない。これ。これ。お前俺、わら。ワイもこれ、免許取った後にも自主練させてもらいたいわ。これ、車運転してるやつ全員サイコパスだと思ってる。ワイもこれ、怖すぎる。事故った時に、どうしたらええかいまいちわからんし、怖い教習所で実習させてほしいわ。教官いくら追っても足りひんやん。持っとるだけでもええやん、身分証明に使えるし。持っていれば、一輝くん運転してもらえる？と言われる。持っていなければ、そんなこと言われない。持ってないって言えばええやん。会社入るとき、身分証明書で使っちゃったんじゃね？えらい、運転するな。返納する必要ないやん。教習中は問題なかったんか、よく取れたな。問題終わり、合宿免許でインパク食らって、教官たちは、やべえのが来ちまった、って感じやった。S 字クランクは、なんで通れているのか自分でもわからず、たまたま通った。それはそれですげえな、幸運や。二重とか見るに、返納した方が安全や、諦めろ。免許奉納や。車種は軽ならすらないやろ、一番ちっちゃい軽買っとけ。ワゴン R。はい、わら。この流れ草。ちょ、しゃ。わからん、調べたことない。あんた、運動苦手だったりする？特に球技系。運動は苦手、ってか、体育の時間以外はほぼやってない。多分、バイクならいけると思う。車両感覚がつかめないからこすりまくるし、S 字クランクも通れんのや。バイクって、右手で前輪ブレーキとアクセル、左手でクラッチ、右足で後輪ブレーキ操作しながら体で曲がらなあかんねんけど、できると思う？Y スクーター、そんな難しいんや。多分できるよ、資格がないならええわ。資格あるんだよな。そのうち上手くなる。2年運転してこれやぞ。無事故無違反でこれたのは奇跡やと思う。おとんエロそう。さやかかな。ワイも無理や。子供の頃からタクシーばっか乗ってたから、自分で運転するの怖いというか、感覚が養えてない。マイナンバーカード様様やわ。同じく免許の代わり欲しくて、マイナンバー申請してあとは受け取るだけや、いちいち保険証住民票やら、2点提出とか面倒すぎるしな。ちなみに、学科は仮免本免両方とも余裕の満点やった。同期で何人か落ちてたけど、なぜ落ちるのか理解できんかった。わかるでその気持ち、ブレーキとアクセル踏み間違えてから、マジで運転怖すぎる。人引き殺す凶器に乗ってるわけやし、怖いわ、サーキットとかなら運転するんやがな。一度でもブレーキとアクセル踏み間違えたら、即免許返納でいいと思うわ。田舎やからそうもいかんのや、とりあえずゆっくり踏むことを心がけてるわ。ゆっくり踏めば踏み間違いも最悪気づける、いやや。そういや、電動キックボード見ないな。まあ、車道にいたら邪魔だからいなくていいが。これからやぞ。じわじわ増えてくで。自分の体よりも、はるかに大きくて資格も大量にある車を、なんで一般人は自由自在に乗りこなせるんや？大型トラック運転してる人とか、誇張抜きで医者並みの専門職だと思ってる。慣れていき。免許取ってからバスの運転手、ガチで尊敬するようになったわ。これは思う、大型トラック運転できるやつは、やばい。言うて交通事故は大変からな。あいつら、何も見えとらんで、見とらんでも、相手が勝手に避けてくれると思い込んでるアホしかおらん。例えば、駐車場から発進するときに、前の車にフロントがぶつかりそうになったりするやん。普通の人は、あ、これぶつかるなって思って切り返すやろ。前のフロントは死角があって見えないのに、なんでみんなわかるんや？感覚としか言えんね。確かに頭から突っ込んで駐車した後、バックで出るとき、いつハンドル切ればいいかは、割と適当にやってるわ。わかんなかったら、とりあえず切り返せばええやん。慣れるまで駐車も怖かったけど、何も考えないでできるようになるし、何年も乗るしかないやろ。言うて都心だと車運転する機会ないから経験積めないわ。実家帰れば乗り放題やが、事故って以来運転禁止されてるから積んでる。自覚あるだけマシやな。駐車苦手やが、バックモニターないと無理やわ。自動運転にかけるわ、マジで実用化頼む。ほんまに総数や交通事故も減るし、余計に神経使わずに済むわ。車の運転はサーキットだけでいい。バックモニターないと駐車できない勢が一定数いるという事実。
こういう人は本来落とすべきなんだけど、日本って運転免許が事実上の身分証になってるから、ペーパーとして取っときたい需要を無視できんのよな。だから、教習所も可能な限りサポートする。Y は教習所を卒業した時、Y はここを卒業していいものなんだろうかと強く疑問に思ったで、ガチガチは返金して落とすって制度あった方がいいと思う。こういうの見ると、オートマ限定っていらないよね。誰でも取れるようになってしまった。最初から軽になるからあかんねん。オンボロのでかい車で練習しろ。無駄にでかい車やと、マジで乗らなくなるで。ソースは Y。今はマイナンバーカードもあるし、身分証として取るもんでもないよな。試験、もっと難しくした方がええんとちゃうか？会社とかで運転苦手でしたくないですって通用するんか？通用するならマジで拒否したい。まともな会社なら大丈夫やろ。ちょっといわくつきの評価になるくらいや。 Y はそれでいつも課長とか部長に運転させて助手席乗っとるで。できるならそうしたいわ。マジで運転して人引き殺すよりマシや。ほんまに嫌や。ギリギリいけたわ。はっ、くさ、フライングマン閉じ込ればええのにな。夜の運転って4割くらい勘で走るよな。勘で走らず済むスピードまで落とせや。夜で雨降ってると、捕獲船見えないのほんま笑えん。これ。Y は、乗った回数少ないからサンプル不足かもしれんけど、初心者マークつけとけば結構みんな寛容になってくれるよな。でも、一定数、お、初心者マークやん、煽ったろっていうガッチがおるからな。ちなみに、一番苦手だったのは、駐車屋。最初は、家族を連れてパチ屋の駐車場でほぼ毎日練習したが、まともに駐車できるようになるまで1ヶ月かかった。Y も近所の公園の駐車場で練習したし、車変えた時も右端と左端がどこか確認しに行ったわ。ちょっと待って、家族で出かける時どうすんの？慣れとか言ってるやつおるけど、Y は2万キロ走ってるからな。セレナがお手頃価格になるレベルやん。ワゴンRでするなら、もう無理やな、仕方ないわ。しかし、返納に得点って本当にないよな。返納すればこれだけお得とかないと皆も返さんよな。返納せないかんのは基本ジジババやし、お疲れ様賞とか作って配ればいけるやろ。タクシー割引なかったっけ？免許返納でタクシー割引されるのは年寄りだけ。自治体によって65歳以上やったり70歳以上やったり、回数上限あったりする。 S 字クランクはサイドミラーチラチラ見ながらタイヤと縁石の距離一定にしてやったけど、本来のやり方違うんだろうな。 Y はミラーでこれが見えたらハンドルをこう切ればええでって教えてもらった。確かに通れたけど、Y はなんで通れたのか、未だに分かってない。敵に休み、それを教えるのはしゃあないけど、教習の一発目でそれ教える教習所もあるからな。免許取ってから、スーパーで車庫入れ練習しろとか、当たり前のように補作カスみたいな学校に当たると最悪やで。Y のあっね、車自損で、廃車3回目やのに、また新車買うがっちや、早くすねって思うけど、怪我なしなのがなんかもうよくわからない。強い、確信。金もったいないな。こするの繰り返すうちにどれくらいまで寄ったらダメだとか感覚を覚えそうなもんやがな。 Y、 ペーパーやねんけど通勤で使うことになりそうなんよな。練習できる場所ないんかな。自動車学校がペーパー専用教習やってるとこあるで。プロのドライバーが自宅まで来てくれて、行動の好きなルートで練習できるシステムもあるぞ。それこそ通勤ルートを一緒に乗ってもらえばええ。6時間くらいで2万近くした気がするけど、まあ1日走れば自信はつく。Y も昨日、佐賀の神社に免許返納してきたわ。免許奉納定期。車の運転できませんって言い方悪いけど、かなりのハンデで就職とかにも割と不利やで。バイク乗ってるやつって派手に頭おかしいよな。事故イコールしやぞ。気持ちいいぞ。誰かを傷つけるリスクより自分が傷つくリスクを取っただけやぞ。冷静に考えれば、簡単に死ぬ乗り物に乗ってるやつと簡単に殺せる乗り物に乗ってるやつ、どっちもイカれてるやろ。実際問題、若いやつで返納するやついるのかな。都内やと、長期間にわたる地下鉄やバスの無料パスでも配らんとまわないやろな。道全然覚えられんわ。どうすればいいの？道路番号で覚えるべきなん？マジでええやん。こいつらよく切れる包丁にも間違って自分切ったら怖いからとか言いそうやな。大学生が免許取らなくなってきてて、将来の沖縄の観光需要がヤバいとか言われててくさ。沖縄って車ないとそんなにあかんのか？電車ないからな。Y、任意保険入ってないんやが、やばいか？人引いたら、10億円請求や。3台、まともにできないまま卒業するもの、駐車、車線変更。給油。Y は、減速チェンジを覚えることがないまま卒業した。高速合流。幅寄せ。チェーンの巻き方、教えて欲しかったわ。今やらないのか。初めて一人で運転した時、フロントガラスの曇り止めボタンがあるのなんて知らなくて、視界がどんどんなくなって、マジで死ぬかと思ったわ。おっしゃー、駅の出し方とか教わりたかったわ。何も知らんかったわ。
これはあるわ。あと、ミラーの畳み方とか、車種によってばらつきあんのかもしらんけど、運転技能以外に必要なこと、結構教えてもらえんよな。ミラーはエンジンかける前に調整するから、知らんわけないやろ。Y の家の駐車場、バック駐車が難易度高い、電柱にぶつかりそうになる。左側から進入して、車の運転席側で合わせればぶつからんやろとはいえ、電柱邪魔やな。まさにそれでやってるわ。教習所で習った通りに平行になったら、ハンドル戻して、ん?ってもたもたして、周りの視線が怖いんご。焦って失敗するより、慎重にやった方がええで。止める前にハザードつけて、交通遮ってたら駐車終わった後、頭でも下げや誰も悪い気せんからな。ハザード使ってなかったわ。次からそうするで、3月。駐車場に侵入するより前に、ハザードつけてたら駐車の意思が伝わるから、後ろの車は、ちゃんと車間開けてくれてスムーズにできるし、焦らんでよくなるで。クランクが運ゲーなの、めっちゃわかる。Y も教習所は、ナムさんって、たまたま通った。Y は、ガキの頃に親父が事故って、固めつぶしたのがトラウマで、免許は取ったけど、ほとんど運転してないわ。プレデターみたいな顔で帰ってきて、小学生の Y、めっちゃ泣いてたぜ。車体感覚ないやつは、車内に目印のシールとか貼らんのけ?そろそろ、下手くそマークが街に溢れる時期やな。確実に、運動が得意かどうかと相関あると思うんだけど。大多数の人間が、普通に運転できるってすごいよな。Y、怖すぎて運転なんかできんわ。Y より運転やべえやついて安心する。Y も死にたくないから、車は堅牢さで選んでるわ。Y は、事故るのが怖くて、自転車すら乗ってないぞ。毎日10キロ歩いてる。